ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2024年3月2日、2代目ケリンさんが Twitter のスペースにて、ケリンの現状を話すというタイトルで配信を行われました。内容はこのようなものでした。読み上げます。今のケリンの活動は、9.9 割ほど2代目である自分がやってる。もう、初代ケリンは、VTuber をやる気はない。初代ケリンは、会社作ってお金稼ぐつもりだったが、動画が伸びなくて精神を病んだ。初代ケリンは、今は、V じゃない別のクリエイター活動を目指している。初代ケリンは、今は生活保護を受けてる。初代ケリンは、家が変わってて叫べる状態じゃない。二代目ケリンは、別個体として見てほしい。初代ケリンは、今、自分以外の人間と連絡取ってない。ケリン声優交代は、ケリンをなくしたくない初代だ。ケリンというキャラを存続させるため。彼は、ケリンというキャラクターだけは残したいと思っている。道明寺春と初代はホロスターズに転生していて、今は、初代ケリンとも交流はない。ちなみに初代ブッダのゴータマ、シッダッタはすでに死んでいます。ケリンの声優交代って、そういう事情からやったんやな。自分はもうできへんから、誰かにやっていてほしいと。他にもいろいろ語られていたので、気になる方は、概要欄のリンクから聞きに行ってみてください。それにしても生活保護はいいなぁ。ブッダも生活保護で生活したいよ。晴れの日は散歩して雨の日は家で、本を読んでさ。貯金があると、生活保護の受給対象にならないので、普通預金と積み立てNISAが枯渇しないと無理ですよ。ということは60歳まで引き出せないイデコの方が生活保護狙いだと、積み立てNISAよりいいんだね。でもイデコは毎年60万くらいしか積み立てられないからな。生活保護狙いってなんやねん。狙うもんちゃうやろ。二代目さんが言うには、初代ケリンさんは、VTuber とは別の種類のクリエイターになるため頑張っているそうです。そちらの活動もいつかは見てみたいですね。さて、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。